私を話さないでは2010年のイギリス映画。カズオイシグロが2005年に発表した同盟の SF 小説を原作とするドラマ映画。アレックス・ガーランドが脚本を執筆し、マーク・ロマネクが監督、キャリー・マリアン、アンドリュー・ガーフィールド、キーラ・ナイトレイが主演した。2010年9月3日に第37回テルライド映画祭で、 初めて上映され、その後第35回トロント国際映画祭、第54回ロンドン映画祭、第23回東京国際映画祭などで上映された。1952年富士とされていた病気の治療が可能となり1967年人類の平均寿命は100歳を超えた手術室の前。キャシーは介護人になって9年だが満たされず、歪みが溜まっている。 1978年、思い出すのは緑豊かな自然に囲まれた寄宿学校ヘールシャムだ。キャシー、ルース、トミーの3人は幼い頃から一緒に過ごす。外界と完全に隔絶したこの施設にはいくつもの謎があり、外で生徒が殺されたり、餓死したという。保護官と呼ばれる先生に教わり、絵や詩の創作はマダムのギャラリーに送られていた。 学校では頻繁な健康診断も買い物の練習も行われる。キャッシーはトミーからジュディ・ブリッジウォーターのソングズ・アフター・ダークというミュージックテープをもらい、その中の曲ネバー・ルミー・ゴーを聴く。絵は重要ではないといい、明快な説明がなされてない、あなた方の人生はすでに決められている。中年になる前に臓器提供が始まる。 大抵は三度目か四度目の手術で短い一生を終える自分というものを知ることで性に意味を持たせてくださいと言ったルーシー先生は校長に辞めさせられる。1985年18歳になってみんな提供臓器によって施設に分かれるのだが三人はコテージと呼ばれる場所で共同生活を始める。恋人同士となったルースとトミーの傍らでキャシーは孤立してゆく。 他から来たクリシーとロッドは、真剣な恋だとわかると、提供猶予があるはずと聞くが噂話だと言って、落胆させる。海岸沿いでルースは、自分のオリジナルかもという人を見るが、似てないと否定する。ルースは噂を信じ、ギャラリーに絵を提出していなかったと悔やむ。キャシーは介護生を申請して、コテージを出て行くが、車には、国立提供者プログラムと書かれている。 ルースとトミーも別れ、三人の関係が断ち切られる。終了1994年。優秀な介護人となったキャシーは1回目か2回目の手術で終了になった人々との別れが辛くなる。看護婦は覚悟していると本当に終了になると教える。ルースやトミーと再会を果たし、海岸へ行った時、ルースは嫉妬から二人を別れさせて悪かったと謝り、 提供猶予が頼めるというマダムの住所を差し出す。昔キャシーがポルノ雑誌を見たのは性欲からではなく自分のオリジナルを探すためだったことを僕は分かっていたとトミーが話す。三度目の手術でルースは終了。数年前からトミーが大量に描き始めていた絵を二人で持参しマダムを訪ねるがエミリー校長が出てきて今も昔も猶予はなかったし。 絵は魂を探るためではなく、魂があるのかを知るためだったという。映画の冒頭に戻って、手術台のトミーが見える。トミーが終了して2週間後、キャシーにも1ヶ月後に、最初の手術という通知が来て自問する。自分たちと救った人の間に違いがあるのか、性を理解することなく、命が尽きるのはなぜか。ありがとうございます。